はい、どうもひこもんです。全国のお父さんお母さんを悩ましているであろうこちら、ハッピーセットボックスのちっちゃいやつ。この組み立て方がすごい難しいんですよね。おそらく作られた方は折り紙に精通している方じゃないでしょうか。ここに説明書があるんですけど、すごいあっさりしすぎてるんですよね。パタッパタッパタッつってね、折れる感じでもないんですよね。 A4 サイズの説明書がね、欲しいぐらいです。ここなんてね、はしょりすぎですよね。いろいろとね、てっきりこうやって切るのかと思いましたよ。一応切らなくてもできます。まあやってるうちにね、切れちゃう場合もありますけどね。そんな中でね、今回この作り方のポイントを動画にしたいと思います。おそらくこれが正しい形だと思います。まあ、綺麗には作れませんけどね。理想形はハッピーセットの動画にあるこちらです。ハッピーセットボックスを作ろうなんてね、動画で出てくるんですけど、まあ早送りでもね、組み立て方あるのかなと思ったんですけど、一瞬で組み立てられてました。というかでね、ちょっと今回紹介してみます。もうすでにね、試行錯誤の跡が見られますけどね。この部分ですよね、問題は。こっちにもあります。ここが複雑にね、こう入れ込むんですよね。あ、ちょっと破けちゃってますけど。で、これがどこが奥に行ってどれが手前になるのかよくわかんないじゃないですか。とりあえずこの富士山の形したところ、ここは奥です。奥に入ります。結構無茶をさせますよね。奥に行って、で、ここですね、次ね。こう折れます。こう。折り込みが奥に行きます。この四角はね、隠れる感じです。手前には来ないです。で、こっち側の下に入り込みます。で、左の方が上に来ます。こんな感じですね。で、下側に三角ができます。で、ここを入れ込みます。ただ、動画の完成形と違って、そんなに奥には入らないです。ほんと、ちょこっと入るぐらいです。ちょこっと引っかかる感じです。だから最初に、ね、結構折り目をつけた方がいいですね。この辺なんて複雑ですからね。裏から見るとこんな感じです。畳んで、この耳がね、上に行きます。そんでもってこの先っちょがここに入ります。お分かりいただけたかな。というわけでポイントはここだけです。というわけで作ってみます。ではまず底ですね。まず1折って、で2をここに入れます。で、反対側も同じようにここに入れます。こんな感じですね。で、最終的に4番をここに入れます。インです。 OK です。これで底ができました。こっからが問題です。とりあえず側面入れます。じゃあこっちからいっちゃいますね。さっきここはね、説明したのでささっといきます。これが奥。奥。奥。で、ここに入れます。もうだいぶ折り目がついてるのでね、組み立てがスムーズですけど、ここにたどり着くまでが大変だった。こんな感じです。ここね、谷折りを強めに入れた方がいいです。で、反対側です。ここが崩れないように組み立てます。とりあえず完成です。ここの入りがちょっとなんですよね。こっちはボロボロです。というわけで、なんとか頑張ってみてください。最後におまけですが、タカラトミー側にもハッピーセットトミカの動画があります。そちらのハッピーセットボックス見てください。作り方がわからなかったのか、強引に独自な作り方をしてます。マクドナルド側に聞いてもわからなかったのか、それとも聞かなかったのか、それほど難しいということです。皆様安心してください。